庫の船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせ。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。兵を増やさねばな。お前の友を連れ槍川で味方を募れ。ユナに会います。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。手に入りにくいものが揃ってますよ。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎。
不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿なり。その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。映像曰く、そなたは無類の剣客だと。この上で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。
龍蔵の話偽りではないか。それはどうかな。お主、なかなかの使い手であった。よく来てくださった。
ってこい。야그다도쓴목숨しなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。蒙古から隠したかったものはこれか。櫛寺の仏具だな。お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。太刀を構えてください。引く意志はないのか。約束は約束。
浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。Acest peric! Să-l negativ!
だろう。縄をほどいてください。待たせてしまったな。まだ生きてる。ありがとうございます。さあ早く逃げよう。どうかこれを。ようやくか。
首を伸ばして待っておったわ。無ごたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。誰も切らずに済んだのだ。ザレ事浪人を放った男と相まみえねばな。麦谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。酒井様、ご無事でしたか。手先の菅笠衆は全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため近江寺の洞で待つと申しておりました。近江は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。修羅の呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。負けじゃない。네게 못 있어. 야 선배. 역시 도스테 피치 바로.
赤い陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。私の申す通り、お主は修羅だ。思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。
お侍様、てっきり亡くなったのかと。まだ生きておるぞ。ここで何をしている？我が家の染めの技を残そうと思いまして、店を開きました。黒に染め上げましょう。火に焦げた木のごとし、カラスの羽のごとし、素材をお持ちくだされば喜んで染めて差し上げましょう。黒が映えるお方だ。猛虎は影が襲ってきたと思うでしょうね。かつて猛虎がかすむほど恐ろしい敵がいました。その伝承をお話ししたい伝承はたくさんございます。かつてクロードたちは大きな災いから対馬を救ったといいます。いかが？鎧を仕立て直しましょうか。これ以上は鍛えられないようです。これで安全です。では、thank you。
ジン、こっちだ、来い。マサコ殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中に武具を流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は鵜麦へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。奴らも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言った、はあ、忘れろ。鵜麦で待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。お知らずの弟に一人に惚れて祈る仕事を手伝おうとせ。だが俺が金を得たらどうせ手びりに来るんだろうな。ふっ、足が水浸しだ。まったくひどい道だな。あいつは足立家の仕打ちは何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。
奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。ここはウムギだぞ。侍に生まれてりゃ楽に暮らせたのによ。雅子殿を探そう。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。浜に来るよう言ってやる。やつは二つ返事で家来を連れてくるよ。兄さんはよく正気でいられるな。子供もいたのに。俺は殺しちゃいねえ。武具を流しただけだからな。畜生が。雅子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。見届けましょう。何かおかしいさ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがおむらかもない。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おれ、私の獲物を。Thank you.
組があると聞きました。持っておるやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。フミだ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。檻を見て来てくれ。津島に攻めてくる前、猛虎は内輪揉みを捨てたって言った。空手だけでは飽き足らず、身内同士で戦った。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子なものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。半分でも本当なら寝返らなくてもよかったのに。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。の木を奪い返すなんて、そこらの侍じゃできてないけ。クメという娘を知っておるか。アキュードの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは。悪いが知らないね。もうこの鎧が体に合えばいいのに。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。もしお侍、こちらへ。その娘を知っております。まずは飯を探す。まことか。はい。ですがここではついてきて。
何か裏がありましたか。そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ。街道の先の沼中です。襲われたのだ。諦めろ。
もう誰も信じられないね。何も知らない顔して賊とつるむなんて恥知らずだよ。貧しい哀れな女子に見えたんだ。男が近くに来た時にはもう手遅れさ。待たせてしまったな。ああ、助かった。ありがとうございました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞ、何かのお役に立ててください。逃がしてやる。このご恩は忘れません。さあ早く逃げよう。どうかこれをお受け取りください。こっちだ。
走れ、ハゲ。真中の宿、クメがおるはず。何の音だ？見てきてやる。何をやらされた？人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って、多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。
今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。しげもの目が。何かお礼をさせてください。礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。ケンジ、何をしておる。酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです。肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっちる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。かけろ、かけ。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。どうやってその肉屋と知り合った。以前島見太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。
肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった？それが、奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出たサビというものだ。顧みるべきだな。いや、あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む？お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千なきことに命を閉すのだ？千内なんて、すべては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。手に入りにくいものが揃ってますよ。よく来た。茶を飲もうというのか、この俺と、うん、いや、今のはただの礼儀ってものさ。それより手を貸しとくれ。地図が盗まれちまってね。
取り返したいんだ。かなり腕が立つと賢治から。そなたのために罪は犯さぬぞ。たとえ賢治の友であっても。ああ、そうかい。地図には食料のありかが記されててね。あれがなきゃ民は飢え死にだ。盗人を探せと申すか。ああ、居所は分かってる。三股辻の井戸の近くの賭場。あなたは地図を取り戻すだけでいい。よし、行ってみよう。もし嘘であれば。酒井様、この私を疑っちゃいけないよ。正直者の私を疑った末路を知りたけりゃ、外に飾ってある男の首でも見ておいで。お気をつけて。その盗人は手強いから一筋縄ではいかないかもね。山の裏に入ったらしいな。坂売りの姿に変化したって聞いた。これが三股辻の井戸だが、賭場はどこだ。道を進んでみるか。これが例の賭場、あばら屋のようだ。誰か。俺の地図だ。帰れ。酒井仁と申す。開けろ。それじゃあ俺はアマテラス大神だ。帰れ。他の入り口を探すか。お主がアマテラスとはな。地図はどこだ。お許しください。地図はないんです。浪人に無理やり脅されてあなたを中に誘い込んだのです。罠か。使いだと分かってるんでしょう。あいつら地図で人儲けするつもりです。侍、出てこい。いい取引があるんだ。ここにおれ。そういたします。
紬御前の地図を探しているそうだな。売ってやってもいいが、値は張るぞ。盗人と取引などせん。だろうな。だが使いの仕事をするのだろう。こちらに地図を渡せ。奪ってもいいのだぞ。あんたは噂通りの堅物だな。負け戦は嫌だろ。地図が欲しけりゃ金を払え。二度も言わせるな。殺せ。誰かが地図を持っておるはずだ。これだな。こんなところでよせ。だったらあいつの後を隙を見て切り伏せてやるよ。まず話し合ってみろ。話すことなんて何もないね。最後の一人を諦めるまでは負けじゃない。地図を取り返した。手間を取らせてしまったようだね。豊玉の民のためだ。食料は全て皆に渡すのであろう。もちろんさ。ここは我が家、みんな家族同然。腹を空かしてるっていうなら何としても食わせてやりたいんだよ。ではあとは任せる。一つ借りができたね。深き板では言えねども、世の恨みより守られてある。
柱の精鋭を出せ。待たせてしまったな。さあ行け。どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道を全て押さえています。通る者を捕らえるために。俺が成敗してまいる。安心して逃げるがよい。
人。ユナ。槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった？猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。続けベル侍だ。ユナ、イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく猛虎どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、やつの懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ。見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうとユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何かわかった？イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟。知っておるのだろう？イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。
たね。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ、どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、泰蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。行こうか。どうしてこんな。見せしめだ。逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もうやだ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカと、私たちが受けた傷。水をくれと言っただけで、わけもなく殺されたすべての芸人のために。そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。言って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。